レティッサオンハンドはピントの合った映像を網膜に直接投影する視覚支援機器です。本体の後ろ側にある電源ボタンを約3秒間長押しします。ランプが緑や青に点滅し、約20秒後に緑色に点灯します。これで準備完了です。ハンドグリップの位置を確認し、片手で握ります。どちらの手でも構いません。 本体の後ろ側にカメラがあります。位置を確認してください。覗き込むようにアイカップに目を当てます。目線はまっすぐリラックスした状態で近づけてみてください。グリップにあるズームレバーを親指で押し上げ続けると、画像が徐々に大きくなります。元の大きさに戻すときはレバーをまっすぐ押し込んでください。 緑の丸いボタンを押すと、色が反転します。グレースケールでの反転、白黒での反転、通常の色の順番に切り替わります。黄色の四角いボタンを押すと、見ている映像が一時停止します。楽な姿勢で映像を見ることができます。赤と青の三角形のボタンで、映像の明るさを調整することができます。長押しするとコントラスト、色の濃さを調整することができます。 見やすいように調整してください。以上が操作の概要です。実際の機器をぜひお試しください。